はい、今日はね、このグリーンのガラス瓶を描きます。まず、中心線をね引きましょう。そして下の部分は長四角、肩の部分は円、首の部分が楕円、そして上がまた小さい長四角です。このね、瓶の形なんか描くときね、右左というふうにね、左右のアウターラインを描く人いるんですけど、それではなかなかうまくいかないんですね。さあ、ではなっていきましょうね。パーッと色が来ましたよ。でもね、ここはしっかり使います。何かっていうと、光が強く当たって光っているハイライトの部分ですね。それ以外はね、もうこのくらいね、思い切ってのびのびと色を入れてみましょう。ね、最初にこうこの瓶を描くときに、形はこうなってますよっていうお話したんですけども、でも塗るときもね、あんまり形にこだわってしまって、味気ないね、水彩画になってはやっぱりいけないですよね。あくまでも水彩画を楽しむという観点から、このようなね、瓶のように、まあちょっとね、形がね、面倒なようなものも大きく描き始めましょうね。今ちょっとね、画面に足が映ったり、しちゃってますけども、実は今日はテレビ局のね、取材のクルーが入ってまして、時々ね、スタッフの方の足が映ったりしてお見苦しいかと思いますけども、まあご理解くださいね。さね、ほら、いつもとりこう爪で引っかいたりしてますよ。ねえ、まだなんか形がこうあんまり発揮しないでしょ。でも鉛筆で最初にデッサンしたわけですから、基本形は頭に残っていますよね。ですので、塗るときは先ほども言ったように水彩画として楽しんでいきましょうね。それからまたこのガラスの質感ですね。それは、先ほど言ったハイライト、それからね、この急に暗い色ですね。明るいところに急に暗い色が、隣にある。これがね、金属やガラスの特徴です。さあ、廃墟塗って、今、この瓶のラベルの形を作りましたよ。このようにね、形というものは、描き進むうちに、だんだん、はっきりさせましょう。最初から鉛筆のデッサンを当てにして、あまりね、丁寧に丁寧に描いていくと、あ、マロンちゃん。マロンちゃんがね、出ましたよ。ね、あまりこう、デッサン、デッサンというふうに塗っていくと、本当に水彩画の楽しみがなくなってしまいますもんね。はい。この水彩画は、ね、ちょっと失敗したら、こうやって絵の具取ってしまえばいいんですもんね。だから、もう、ウェットウェット生かしてね、伸び伸び描きましょう。さあ、徐々にそれでもね、質感と形ができてきました。いや、今度はね、これが投影されているこの影を描きましょうね。このくらい色にこう冒険しながら、影を描くことで、瓶の形を描き起こす。ほら、こんな色面白いでしょ。さあ、では徐々にね、少し、いろいろなとこね、描き分けていきますね。ラベルにこう文字とかね、
いろいろものが、まあ、印刷してあるんですけども、これはあまりはっきり書かない方がいいですね。説明的に、しないようにしましょうね。それよりも例えばこうラベルのね、こうシミとかね、古い感じとか、ちょっと剥がれた感じとかね、そういうディティールをね大事にしたいですね。さあできてきましたよ、ね、もう大きなものはあまりいじらないようにしましょう。で細部ね、ちょっとこうこの辺どうかなってところを色を大きくスピード感なるたってさっと加えたり、ね、こんな微妙なところも直して、さあこれで出来上がりです。はい、書き上がりました。どうでしたか？ねえ、今日は緑色の瓶を書きました。多分ワインかなんか入ってた瓶だと思うんですね。で、これをね、書くにあたって、いくつかポイントがありましたね。まずこのような形のはっきりしたものを描くときは、それをしっかり掴まないといけないですよね。左右対称ですので、まず中心線を引いて、そして、ここのアウトラインをね、こう左右こう書いていくんじゃなかったんですね。ここのカーブは実は、右と左が同じなので、ここは円として捉えました。そしてここは中四角でしたよね。こうやって分析して、形をつかむと、本当に正確に描くことができるんですね。また、水彩で塗るんですけども、ガラス瓶の特徴、この強いハイライトですね。ですから紙の白を残す、ここは強く光ってるんだというイメージをはっきりと持って描き始めます。またもう一つガラスの特徴は、この急に暗い色ですよね。普通だったらこういうふうにだんだんグラデーションで変化するんですけども、ガラスは違うんですよね。明るいところの隣に急に暗い色がある。これがとっても大切なポイントです。もちろん、水彩画ですから、もう皆さんたちも水の効果を生かして、偶然の効果を楽しみながら、このように絵の具が流れたり滲んだり、こうやって描いてみてくださいね。はい。最後まで見てくれて本当にありがとう。またすぐにね、あなたとお会いしたいと思います。はい、それまでお元気でね。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。